2年連続4位の屈辱を味わった読売巨人軍来期球団創設90周年のメモリアルイヤーを迎えるにあたって再建を託されたのが44歳の阿部慎之助新監督だ丸2000年のドラフト1位で中央大から入団以降通算2132安打406本塁打1285打点など数々の輝かしい実績を残し 2019年限りで引退後も2軍監督1軍のコーチと20年以上にわたり一貫して巨人のユニフォームを着続けてきた生粋のジャイアンツ陣が胸に秘める名手復活への思いを単独インタビューで聞いた取材文二宮俊夫撮影倉増隆ヤフーニュースオリジナル特集編集部軍という言葉がつくのは巨人だけ 日向ンマリンスタジアム宮崎の電光掲示板に大きくその文字が映し出される中若手を中心とした巨人の秋季キャンプは終盤を迎えていた新監督に就任した阿部晋之助はじっとしていない見て聞いて話して気になった選手を捕まえては身振り手振りで指導していた聞けばキャンプ中に打撃投手を買って出たとか グラウンドとブルペンを往復し、選手、コーチ、裏方スタッフとコミュニケーションを取っていく。精力的な「どう?」に引き出されるように全体が活気づいていた指揮官が電光掲示板に目を向けていった。軍という言葉がつくのは、日本のプロスポーツ界においておそらく巨人だけ。軍隊とか、戦争とか、もちろんそういう捉え方ではありません。 組織の中にいろんな役割の人たちがいるからこそ成り立っている一人一人自分には何が必要かを考えて実行していく人たちの集まりということではないかなと野球において軍、外がするところは何なのかって僕自身考えさせられています読み巨り軍の名のもとに結集したそれぞれがプライドを持ち 役割と責任を全うしていくことだと安倍は考えている。動きすぎないところも実はミソだ。喪失の練習はコーチの人たちに任せる時間ですから、基本的には行きません。選手たちがちょっとだらけるようであれば僕、行きますよとは伝えています。コーチのやる仕事を取っちゃったらダメですから。選手のみならず。 コーチ、裏方を含めてすべてに対する目配りと気配り、軍、ではなく、軍、にしていくための視座に立っているからに他ならない。暴走しろ、困ったらど真ん中、の舞2023年のプロ野球は38年ぶり2度目となる阪神タイガースの日本一で幕を閉じた。その因で22度の日本一を誇る巨人は球団史上2度目。 となる2年連続 B クラスに終わった任期を1年残して退任となった原辰徳監督から後任の打診を受けて受諾したもののヘッド兼バッテリーコーチとしての責任を痛感させられていたしかし原からの「新之助でよかった」という言葉で吹っ切れた2001年に入団以降巨人のために尽くしてきた 2019年限りで現役にピリオドを打ってからも2軍監督を2年こなし、原の下で1軍のコーチを2年務めた。ミスター、長嶋茂雄から原へとバトンを託されたように、原からのバトンを受け取らない選択はやはりなかった。10月6日の就任会見で阿部は、こう明言した。若い選手が多く、優勝経験のない選手も多数います。 そういう選手たちに勝つ喜び、優勝する喜び、すべてを感じてもらいたい。そのためにまず自分自身が変わる。そうすれば選手たちも僕を見ているのでそこからがスタートになるより大きい。変わる、を新聖ジャイアンツのキーワードとした。それも、みんな変わってくれ、ではなく、先に自分が変わってみせる、だ。 実際、阿部は周期キャンプにおいても声かけから変化させている真ん中投げるなというより困ったらど真ん中まっすぐ投げろとか状況を判断して走塁しろというより暴走しろとかこちら側からそう言ってあげれば選手たちも楽な気持ちでやれるミスするなっていうのとミスしていいから思い切りやれというのでは全然違いますから。 今の世代の選手たちを動かしていくのはなかなか難しいと考えてきた中で前向きなことを言っていくここはもう意識して変えていますコミュニケーションも一方通行にならないように選手側からもさらけ出してもらうべくオープンマインドを心がけているこれはコーチ時代に感じたことでもあった「何々しなさい」 何々してはダメだとなると今の選手たちはそっちの方ばかりを気にしてしまうのかなとそうなるとネガティブな方向に行きがちなので選手たちにはまずここから変わってほしいただ温かく見守るということでは全くないあくまで選手の自覚と能力を引き出していくためである 高知時代には2軍から1軍に上がった選手がチームメートの前で抱負を述べる際に「頑張ります」「貢献します」ばかりになりそれだけで終わらせないようにしたことがある頑張るために貢献するために自分は何をやっていくんだっていうところまで言い切ってもらうようにしましたそうすれば周りに思いが伝わるし自分に責任も生まれるいい仕事ができていくと僕は思っていますから 自分と向き合いそして巨人軍と向き合う阿部にとって改革の一丁目一番地はここでなければならなかったのだ人生マックスの体重から 20kg 減の理由人間は変われるもの一度決めたらちゃんとやる阿部はちょっとしたことでも実現している例えば減量2軍監督時代の2020年 体重が 100kg 超えとなったことでダイエットを始めた朝は必ず納豆を食べ夜は炭水化物と飲酒を制限するなど食事を見直しいつしか 10km の早朝ランニングは日課となったコロナ禍によって外に出られなくなり人生マックスくらいまで体重が増えたんです健康のこともあるんですけど これじゃ若い選手に対して説得力がないなということで落とそうと最終的には 20kg ほど落とし今もリバウンドはない継続って大事若い選手にも身につけてもらいたいし続けていけば変わっていけるんだっていう見本を自分で見せたかった今はもう習慣になっていて俺何のために走ってんだろうって時々思うんですよわら でも一人の時間になるのでいろんなことを考えることができるこれって大事な時間だなって感じながら走っています自分を見つめるとともに外側にも視線を送っているファンを意識するというのはジャイアンツ人として染みついてきたもの見られることで選手として成長できるそれが阿部の持論でもある 東京ドームには4万人のお客さんが入ります見られているからこそ変なプレーはできない自分にプレッシャーをかけていけるから伸びていくことができると思うんです就任会見の席で変わるとともに掲げたのが愛されるチームであった愛されてこそ強くなる現役時代に8度のリーグ優勝 3度の日本一を経験してきた中で強く実感してきたことだ失いかけている現状を誰よりも危惧してきた今年もそうです負けている時に8回くらいになったらスタンドからお客さんがバーッと帰っていく現役でキャッチャーをやっていた時もその光景を目にしたら寂しかったジャイアンツが強い時は最終回に逆転したことも結構ありました だから最後までファンが見届けてくれた何かやってくれるんじゃないかっていう期待感が選手にも伝わってきたそうやって愛されるチームになっていくことが僕は大事だと思っていますから安倍は一つ一つの言葉を伝わるようにそしてかみしめるようにしていった